どうもこんにちは、パチパチでよろしくお願いします。皆さん、カメパンをなんかトンビに取られる子供見たことあります？ネット上で結構有名な動画なんですけれども、まあ男の子がね、トンビにカメパンを取られるんです。いきなりバーって、で泣いちゃって、うわーっていう。でまあその動画を覚え出しまして、私はトンビになりたいなと。まあ今日はですね、トンビになろうかなと思います。ということで、プリントしてきたのがこちらです。はい、もうよくできてるでしょう。これをいい感じに切っていくと、この方がよく言われているトンビに心臓を盗まれて倒れてるんじゃないか説の男性ね。で要はこれをさっとこう持ってないバージョンにすり替えればさ、取られた。むずいな、むずい。目にモザイクをかければちょっとはモザイク薄くできるんじゃないかな。でトンビがね、もういきなり来るんですよ。いきなり来るのでやっちゃおうかなと。カメパンおいしそう、おいしそう、おいおい、パコ、カメパンおいしそう、おい、うまいうまい。ちょっと違うな、ちょっと違うな。これカメパンおいしい、あ、3人、カメパンおいしい、おいしい。あーむずい、トンビすごということで、私考えを改めまして、カメパンだけをちょっとね、切り抜きまして、で持ってない状態にカメパンをくっつけて、このカメパンを取るという、そっちの方がいいよな。てか普通そっちだよね。持ってるやつの上に持ってないやつを貼るってよくわからんよな。トビはね、こっちからバンって来てんだ。今見返しました。あいつクソでけえな、トビクソでかいしさ、ちょっと怖いわ。カメパンもぐもぐ、うまいな。落ちちゃった。カメパンもぐもぐ、うまいな。カメパンもぐもぐ、うまいな。やっぱトンビはすげえ。あるかな。はい、まあということで江ノ島に到着しました。でね、もうね、上にね、もういるんですよ、あいつらが狙ってるだよ。でやっぱりね、トンビにカメパン盗まれた少年の恨みを晴らそうかなということで、今からカメパンを全部食べきろうかなと思います。はい、じゃあということで、いるわ、怖っ。じゃあね、早速食べようかなと思います。うわ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た、マジ怖い。いや、まずいな、めっちゃ来てんだけど、やばいんだけど。え、めっちゃ、めっちゃ、マジで怖い、これ。いただきます。絶対落とせねえぞ。ということで、まあ今日ですね、トンビ行ってきたんですけれども、めちゃくちゃ危ないです。いやマジでね、
なんかその動画でさ、トンビに亀パン盗まれたっていうさ、本家の、まあ、男の子いるじゃないですか。あの、なんであそこで亀パン食おうと思ったんだろうって思うほど、めちゃくちゃトンビいた。うん。もうね、ずっと海岸沿いね、ずっといんだよ、トンビ。ぐわーって空中から地上の獲物を狙ってて。まあ、あそこね、ほんと多分、ほんと何も知らない人からしたら、まあ、普通に座ってさ、あの、物パクパク食べるっていうスポットなのかなって思っちゃうんですよ。マジで。うん。でも、時々看板があって、あの、トビというか、トビ、うん、なんか、トビって表記だったんですけど、トビに注意みたいな。で、あんまり食べ物を出してると狙われますよ、みたいな、うん、表記なんですけれども、でも、やめましょうとか、その、やめてください、みたいな。そこまで硬い文章ではなく、危険ですよ。うん、ま、危険。うん、危険で、やったらダメです、みたいな。いや、絶対にそこで食べないでくださいとは書いてなくて、なぜかというと、普通に江ノ島で売店がめちゃくちゃあって、食べ歩きするような食べ物めちゃくちゃ売ってるっていう。で、なんなら亀パンとかもさ、あの水族館で売ってるし、まあ、食べ歩きするようなものはめっちゃ売ってるんですよ。で、めっちゃ売ってるからこそ、トンビめっちゃ狙ってるの。で、あの、まあ、本家の動画とかも見たことあるし、あとなんか、ちいかわかな、なんか、ちいかわの人形がなんか盗まれるというか、トンビに取られるみたいな動画を見たことあるし、やっぱトンビね、性格。もう、本当に多分俺がバッグから出した瞬間にもうめっちゃ集まってきたの。まだ袋に入ってる状態で、匂いとか出てないんだけど、トンビ多分目いいから、すぐ集まってきて。で、多分俺がね、こんな感じで、一瞬でもこんな感じだったら、キュンってくるやん。あの動画見たらわかる通り。後ろから来んねん、トンビって絶対に。前から来ない。頭いいなぁ。だからもう、まあ、ただ、江ノ島ね、いろんな人いて、一組ね、大学生ぐらいの男の子二人組が、なんか、やったの、あの、餌かなんかバーってばらまいて、海岸のそのトンビすげえところ。そしたら、めちゃくちゃ来てん。で、カラスとトンビの入れ食いというか、もう30匹ぐらい来ちゃって、男の子が最初ふざけてバーンってばらまいたんだけど、そっか、うわーってなって、逃げ出して、すごいことになってるので、あそこではね、ほんと食べれません。あそこはやばい。死闘。いや、めちゃくちゃ怖かったけど、江ノ島はめちゃくちゃ良かった。まあ、でですね、ここからはボーナストラックなんですけれども、まあ、江ノ島ってさ、ゴールデンウィークめちゃくちゃ混んでたみたいなのあったんですよ。なんかめっちゃ激混みだったみたいな。で、俺、あの、ゴールデンウィーク終わって、その1週間後の土曜日、今日行ってきたんですけれども、まあ、そこそこかな。ゴールデンウィークやっぱ終わったから、まあ、人は、まあ、まばらではないんですけれども、まあ、結構人いたんですけど、まあ、そんな感じで。で、じゃあ果たして俺、ゴールデンウィークどう過ごしてたのかというと、ひたすら日常を過ごしてましたね。じゃあ、あの、一個ね、ちょっと悲しい出来事があって、ゴールデンウィーク中に。それがね、まあ、俺の家、で、俺のマンションとかアパートって、1階にツバメの巣が昔あったんですよ。で、昔あって、で、数年間、毎年ツバメが来ると。で、新しい子供を産んで、育てて、それが巣立って、また冬越えたらまた戻ってくるみたいな現象が何年間か続いてたんですけれども、ある日、このアパートの誰かが、そのツバメの巣を壊したの。これちょっと怖い話なんですけど、これね、夕方に確認した時あったのよ、ツバメの巣。その日ね。で、夜帰ってきた時なくなってたの。下なんか地面ばら、なんか土まみれというか。で、それその時配信とかでも話したんですけど、でめちゃくちゃ怖いという、うん、なんか、ツバメの巣を壊す人いるんやーって思って。まあでもまあ気にしてたのかな、糞とかが。糞とか嫌で。で、そこからさ、やっぱツバメってその、なんか巣を破壊されると、その家には巣を新たには作らないというので、まあちょっと人に守られようとする生き物なんですけれども、怖い人には近寄らないっていう、ほんと頭いい。やっぱ鳥頭いいんですよね。で、それでね、あの、去年とか、ツバメ来なかったの。いやーもう今年も来ないかなーって思ってたら、ゴールデンウィーク中にね、巣をちょっと作ってたの。家帰ってきたら。で、
と思ってで家入る時にもうやっぱツバメ出入りしてて、ツバメ巣を作ってたんですよ。なんか自分の糞と土とかなんか肥料なんかあの草とかなんかいろいろ作り方あるらしいんですけど、でも行き来してたんですよ建設途中で。うわってその破壊されたところにまたで、うわ今年はツバメ来るんかって思って、でねあのツバメがね 2匹だ、つがいなのかなツバメって。で2匹で行動してると思うんですけど、でまあそのね俺の家に巣を作ってたツバメが電柱に止まったのよ。電柱のなんかその紐というかコードみたいなところに止まって、で俺がね空見上げてさ、よく来てくれたねみたいな、そうなんか手を挙げたの俺が、よく来てくれたね。そう手を挙げた瞬間に一匹のツバメがねもう一匹になんかこう行ってチュチュチュってで飛んでって建設途中の巣のまま終わった。多分俺がさ手を挙げたことが威嚇だと思ったのかな。いやほんとやらかした。いやマジでやらかしました。確かにさ両手、確かになんかそう動物でさ両手挙げて威嚇する動物いるじゃない、あれだと思われたね。でなおかつもともとなんかその巣を壊されてるからこの家の人怖いんじゃないか、でも一応作ってみようよってやってたんだろうね。でも俺が威嚇したみたいな感じで思われて、そこからもう戻ってきてません。1週間経った現状、俺はショックです。この家に住んでる価値がやっぱ下がるからね。ほんとツバメがねなんか毎日子育てしてるのをその日課として見るのって本当に素晴らしいことなのよ。それがなくなった。であとゴールデンウィーク中にあった出来事なんですけど、これまたすごい話変わるんですけど、俺ウーバーやってたのよ。でまあその日はなかなかならなくて、まあ最近天気いいしさウーバーあんまならないんですよ。なのでまあ家にいながらウーバーつけてて、スマホでウーバーつけてて、でウーバー鳴ったので、まあ見たらコンビニから結構遠い家だったのよ。俺ん家からすごい遠い家で一軒だけ鳴ってたのよ。でこれ行くかどうかなーって思って、結局これで行ってもまた追加でならなかったらその遠いところからまた俺の家戻ってまあ編集したりとかまあグダグダしたりとか、うん、コスパ悪いなーって思った値段の割には。ただワンチャン行ってなるかもしれないから、連鎖するかもしれないから、まあ、とりあえず行ってみるかと。でコンビニブーンって行ってさ、でウーバーイーツでーすって言って、はいっつって商品をピックアップして配達開始って押したら、なんかそのお客様のなんか住所とか、あとなんか注意事項みたいなところになんかそのお客さんがいろいろ書く欄があるんですけど、で、そこでね、お客さんからの配達指示が一個だけあって、領収書必須って書いてあったの。領収書。紙の領収書みたいな。で、って思ったんだけど、俺、ウーバー配達ずっと、ほんと3年ぐらいやってて、レシートもらったことないのよ。レシート。で、これ、って思ったの。領収書必須って、ウーバーで。ちょっとめんどくさいなって思って。で、まあ、ただ、もうしょうがないから、コンビニまた戻って、一回出たんだけど、また戻って、店員さんにさ、すいません、さっきのウーバーなんですけど、お客さんから、ちょっと領収書必須って書かれてて、レシートとか領収書とかって出ませんよねって聞いたの。ちょっと待ってください。コンビニの店員さんが。待ってくださいって。でも正直俺はどうせ出ないなと思ってたし、ここですげえ時間かかるのちょっと嫌だったんですよ。配達って歩合制だから、いっぱいやればやるほど稼げるから、一件一件にすげえ時間かけるのちょっと嫌だったんだけど、まあ俺から頼んだことだし、あすいませんお願いします、確認お願いしますつって確認してもらったの。マニュアルとか出して、で店員さんがいやちょっと聞いたことないからわかんないです、ですよね、そうですよね、でそこからコンビニ出てスマホでウーバースペース領収書みたいな色々調べたら、なんかアプリでなんかその注文歴とかまあそういったところから領収書発行みたいな、で本当に必要だった PDF とかでなんかそのまあ印刷するとかよくわかんないですけど、まあそういったものが書かれてて、だから俺はね、あなるほどこういうことかと。でまあ配達ブーンってしてさ、置き配だったんですけど、で商品置いて、そっから玄関の前に置かせていただきましたと。で領収書なんですけれども、お店に確認したところそういったものはウーバーの配達では用意できないと。で
Uber のアプリから領収書発行というボタンがあるので、まあ、そこからPDF とかでな、まあ、いろいろ自分でやっていただければと思います、みたいな。うん、まあ、それとな、まあ、俺の中で丁寧な分で、まあ、お客さんにね、まあ、届けて、ね、終わりましたと。で、そこから Uber ならないなっていうことで、もうすげえ時間かけて、ブーンって家帰ってきたの。で、Uber の自分の評価とかあるから、まあ、見れるんですけど、低評価ついてて、俺はダメだったんだろうね。割と俺の中では結構丁寧にやったつもりだったんだけど、やっぱ領収書必要、領収書必須みたいな書いてあったの。その領収書を俺届けられなかった俺が悪い。うん。悪くない。悪くない。すごく、ゴールデンウィーク中に一番イライラしたことこれです。俺が悪い低評価ついて。まあ、俺のなんか満足度がなんか下がるという、この配達員はちょっと良くない人なのかなって思われるっていう、そういった話があります。まあまあまあ、そういったものはね、もうしょうがないですよね。こういったものありますよね。ということで、まあ人生ね、嫌なことというか理不尽なことに巡り合うと思うんですけど、まあみんな巡り合うし、まあみんなが巡り合うから、じゃああなたも巡り合いますよとかではないんですけど、うん、まあ世の中ってこういったものなのかなと思いました。以上です。あとトンビは怖い、変な顔。